はい、タコです。えー、今回は3月から 5G 開始今から始めないと大損するビジネスとはという話をしていきたいなと思います。 いよいよ今年の3月から 4G から 5G になるということで 5G の大きな特徴を簡単にですね、振り返ってみたいと思いますあまり詳しいことはね、ここでは話さないんですが簡単にですね、話をしていきますということで超高速多元同時接続になるということで 5G は LTE の100倍となる超高速多元同時接続の実現に取り組んでいますと。 最大128本のアンテナを用意して強力な電波を送るビームホーミングを実現しているということですね。 超高速多元同時接続の実現に向けて活用が期待されている新たな技術ということでこのビームホー,ーミングっていうのが、まあ、超高速多元同時接続の実現に向けて、まあ、あ活用される技術ということですね超低遅延化ということで、まあ、動画の音声の高い品質を維持しながらライブ配信の遅延を抑えることができる技術ですと、まあ、ライブ配信を見ていて、まあ、リアルタイムにですね情報が伝わってくるのがたまに遅れてしまったりとかですね、まあ ぐぐるぐる砂時計が回ってしまって止まってしまったりとかっていうのを抑える技術ということですよね。まあ、これまで LTE もですね、こういう取り組みはやってきたんですけど 5G っていうのはさらに遅延が少なくなるということでよりタイムラグが発生しにくくなるということですよね。まあ、ライブしているその、ね、ライブ状況っていうのがそのまま視聴者に伝わるような状況になっていくということですね。よりライブ感が増すということですよね。まあ、色々言ったんですけれども、 まあ結局、一言で言うと、まあ、通信速度が今までより速くなるということで、まあ、この辺はなんとなくざっくり、ねえー、認識されてるんじゃないかなというふうに思います。 5G が来ることで恩恵を受けるビジネスということでまあ、今回の肝なんですけど、まあ、5G っていうのはこの 5G の、ね、電波が対応しているスマホを購入した人がね受けれるものなんですけどですから徐々に徐々に浸透していくという形になるとは思ってるんですがそれでももう3月からスタートするということなのでスマホユーザー向けの動画を使ったビジネスっていうのがですねこれからどんどん伸びていくというふうに思ってます、まあ、YouTube などの動画配信を使ったビジネスとか、まあ、あとはライブ配信を使ったビジネスなんかはすごくね伸びるって いう,ふうに思ってますでそうした時に私たちビジネスをする側としてはこの動画を活用しないではないということですよね。で、まあビジネスをやるんだったらま,あまず集客が必要ですと。そしてお客様に認知してもらう。その商品がどれだけいいのかっていうのをね、まあお伝えしていくと。そして販売するという流れになるわけですけど、こういったことを全て動画で行っていく時代になっていきますということですね。今までは何を使ってまあ集客、教育、販売をしてきたかって言ったら、まあ基本的には文字ベースだったんですよね。まあテレビ、 まあね、まあ例外です。まあ完全に動画なんですけど、まあ一般の人たちが使えるね、ものではない。ほとんど大企業が。 スポンサーとしてて入っていくようななものなので私たちね、中小企業っていうのが使っていた集客教育販売のツールっていうのが基本的にはね、文章だったんですよね。ブログだったりとかホームページだったりとか、ね、そういったことが基本的なベースだったんですけど、ただね、動画が快適に見られるようになると、ね、言われている 5G 時代には、ね、これからは全て動画がメインになってくるということですよね。もう動画ででマーケティングできなかったら逆に生き残って いいいいいけなななとととううようなことになっていくと思いますライバルたちがどんどん動画を使っているのに自分だけ文字しか使えませんっていうふうになるとねやっぱりもう時代遅れなわけですよねですから時代の流れが動画を求めているということであればやっぱり私たちはその求められているニーズに応えていく必要があるということなのでもう動画は必須になっていくということですね文字から動画の時代にも突入しているということですで無料集客可能な YouTube を使うということです YouTube っていうのは2019年の広告売上高っていうのが36%増これはおそらく前年比だと思うんですけど36%増の150億ドル約1兆6000億円ということで、まあ、YouTube は巨大サイトに成長し広告売上っていうのも着実に成長を遂げていますということですね。 で今年から 5G がスタートする後押しもあって、YouTube をスマホで閲覧する人口っていうのはどんどん増えていきますということですよね。動画が見やすくなると遅延が、ね、なくなると少なくなるということは動画をストレスなく見れるような状況になるわけです。そうしたときにユーザーからすればです、ね、文字で見たい人ももちろんいると思うんですけど動画の方がが、ね、情報量が多いわけですよ。 文字っていうのは文字だけです、情報量がね。だけど動画っていうのは、その人の、まあ、顔だったりとか、身振り手振りだったりとかっていうのが見れますよね。まずそれが文字にはないところ、動きがあるということです。そして音声ですよね。耳から聞く情報っていうのがあるわけですよね。まあ、こういった、まあ、情報量がすごく多いので、やっぱり動画を見るっていう方がね、分かりやすいんですよ。簡単に言うと分かりやすいんですね。 だから動画の方がやっぱり多くの人に見られると、ですからテレビがマスメディアになったわけですよね、新聞がマスメディア、まあ要はテレビよりも上ではなくて、視聴者がテレビよりも少ないですよね、テレビの方がやっぱり視聴者というのは多いわけです、なぜかというと動画だからですよね。 ということで、私たちが、まあ、今この、ね、音声を見ていただいていると思うんですけど、これもいわゆるまあ音声動画というやつで、こういう、ね、動画形式のものというのがやっぱり流行っていくということですよね。まあ、すでにまあ流行ってるんですけど、まあ、私たちが参入するとなると、やっぱり遅くなってしまうので、どんどんこれ乗っかっていかないとダメですよということですね。もうビジネスにしてるんだったら、この流れに乗らない手はないですということですね。で まあ今からです、ねまあ、この YouTube 使わないと、ね、どれだけ、ね、損するかということを話していきますけど、まあ、どんなに良い商品を作っても、ね、意味がないことっていうのがあるわけです。ね、どんなに優れた商品サービスを作ったところで、ね、これ、一番大事なんですけど誰にも認知されなければ買ってもらうことはできませんということですね要するにその商品がどれだけ優れた商品だったとしても無人島に、ね、お店を出しましたということであれば誰も買ってくれないわけですよ。 そもそも人がいないわけですから、人がいないところに商品を出しても売れないわけですよね。要するに誰にも認知されなければ商品が売れるっていうことはないわけです。商品が売れなければ売り上げが立たないわけですから、ビジネスも継続するってことができないわけですよね。で職人気質の経営者の方っていうのは多いんですけども、もうとにかく商品をね改良すれば売れるとか、良い商品を作れば売れるっていうところだけ考えてるんですよね。 あとはまあ良いサービスを提供すれば、なんかこう売れていって、どんどん口コミが広がって、それでね、お店が繁盛していくみたいな風に思っている方いらっしゃるんですけど、もう大間違いですよと。実際お店出したらわかりますということですね。ま良いサービスなんていうのも、世の中当たり前なんですよね。良い商品っていうのも、もう最低条件は当たり前っていう中で、その中でまだね、良い商品を作ろうとか、良いサービスを提供すればって思ってる。 ことと自体がねねねもうちょっと、ね、的外れなんですよ、ね、だからそもそも商品サービスというのが認知されなければ絶対に売れませんので逆に商品サービスっていうのがまあ、そこまでね充実していなかったとしてもこれ極端な話ですけど粗悪じゃダメですけどねそこまでもう100点満点じゃなかったとしても人がたくさん集まる場所にお店を出せば商品というのは簡単に売れるんですね。 もうお祭りを思いい出ししててみましょうっていうっことですよね。まあ、お祭りに行くと屋台が出ていますと、ね、お祭りの屋台で焼きそばとかたこ焼きとかね何かしらの、ね、商品って買ったことあると思うんですよ、ね、でお祭りで買った例えば焼きそばとかたこ焼きが果たして人生で一番おいしかったですかっていうことなんですよねで下手するとあんまりおいしくないものだったりするわけですよでも買っちゃいましたよね、うん、もう料理を提供してる人がもう一流の職人が作ってるかっていうとそうじゃないんですよ 意外と学生のアルバイトの人とか、ね、そこまで料理が上手じゃない人が作ってたりとかするんですよね。それでも屋台って売れるんですよ。まあ、なぜかっていうと人が集まってるからですよね。人が集まってるからあそこまで商品の質が良くなくても売れちゃうんですよね。だから日本一お、ね、いしく料理を、ね、作る人たちが作って商品を提供してたかっていうと答えはノーなんですね。で人が集まるから商品が売れるわけですね。ね もし仮に100点満点の商品でなかったとしても、その商品を知っている人が多ければ多いほど商品というのは売れます。間違いなく売れるんですね。で逆に100点満点の商品を作ったとしても、まあ、これ現実的には無理なんです、ね。100点満点の商品を作るというのは無理です。ね えーまあこれ後で説明しますけど、まあ、その商品を知っている人がいなければ商品は絶対に売れませんということですね、まあ、よっていかに自社の商品を人が集まる場所に出せるかどうかっていうのが一番重要なんですねで商品作成者っていうのは、ね、もちろん100%の商品開発の努力っていうのは惜しまないっていうのが大前提になります、ねまあ、さっき話しました、ね、100%の商品っていうのは現実的には無理っていうのはこの世にはね完成されたものってないんですよ、ね 完全完璧なものってないので、ね、作れないんですよ、そういう商品というのは、ね。もし仮に今の現段階で100点だって思っている商品を作ったとしても、ね、次の、ね、もうすぐもう半年1年すればそれよりもいい商品というのが出来上がってしまうので、ね、絶対に、ね、この商品は100点満点というものってないんですよね。だからあその時その時で自分があこれはもう100点だなというふうに思えるような努力はすると。 ね、商品作成者っていうのはそういう努力はするんです、ね。粗悪なものを売ろうとかっていう考えじゃダメってことですね。粗悪なものを人が多いところに出せば売れるっていう考えでやるんじゃなくて、人に、ね、見てもらうのは当たり前です。で、さらに、ね、見てもらったからには、あいい品質の商品だねとかね、いい商品だねって言ってもらえるような努力は絶対にするってことなんですね。 それは絶対にその努力っていうのはする。その上で、ね、お祭りのような人が集まるところに商品を出していく。この2つがセットになって初めて商品っていうのは売れるわけです。そして、まあ、商品を継続してくれる人たちが現れるわけですね。ここを抑えなきゃいけないということですね。まあ、今、最も波に乗っている YouTube を使わないのは大損ですということですね。まあ、使ってないから得してるか損してるかっていうのは分からないかもしれないですけど、実際に時代の流れっていうのは動画を使わなければ、 ねえー、基本的にはもう乗り遅れる波にの乗り遅れる今から文章を本気で勉強しますっていう風にやるんだったら動画勉強した方がいいんですよなん、ね、でかって言ったら動画の方が YouTube の方が人集まってるからですよね人が集まってるところにビジネスをね、えー、展開していかなかったら機会損失なんですよ人が全然集まらないようなところになんか全力をね尽くして100%努力してもそれって実らないんですね だからまあ物販なんかでいうとです、ね、いきなり、ね、自分のネットショップとかを開いちゃう人いるんですよね。集客が全然できないのに、ね、自分でホームページを作って自分のホームページでいきなり商品を売ろうとするんですけど全然売れないんですよ。それで脱落してやめていくっていう人たちが本当に昔多かったんですよね。 ででもなぜかっていうとう、ね、商品はあるんです売る商品はあるんだけどそこに人が集まらない要は自社のホームページに全然その集客する訴求力がないから人が来ないわけですよ。 人が来なないいところに商品を出してても全然売れないんですねそこを抑えてないからネットビ物販は売れないっていう風な、ねえー、価値観が生まれてきてしまったわけなんですけどやっぱり最初ねビジネス初心者がじゃあどこに商品を出していくのかっていうのは一番集客力があるところに出すわけです要するにヤフオクだったりとか楽天だったりアマゾンだったりとか、ね、ヤフーショッピングだったりとかこういう集客力そもそも人が集まっているところに商品を出すから売れるわけですよね。 だ物販をやるにしても、ね、無形商品、コンサルとかコーチを売るにしてもね、コンサルタントを売るにしても、何を売るにしても、人が集まってるところに露出しなければ意味がないってことなんですね。でその、ね、上で、その前提がある上で、今は動画で一番じゃあ人気がある、ね、人が集まってるところどこですかって言ったら YouTube なんですよ。間違いなく YouTube なんですね。うん、ですから、仮にあなたがビジネスをもうやってますと。 またはこれからやろうというふうに思ってるんであれば YouTube 始めないっていう時点でもう損してるんですよ大損なんですね他に力を入れてどうのこうのをやってねいろいろやるぐらいだったらもう今から YouTube 始めちゃった方がいいんですよねでしかも無料で始められるわけですから、ね、今おそらくビジネス始めてる方はあ集客集客って言ってものすごい広告費をねかけてると思うんですよ YouTube が育っちゃったらね基本的に無料で集客できちゃうわけですよね で、どん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 んその、ね、YouTube もその集客だけじゃなくてね、ねリピーターさんに来てもらうために YouTube を活用するとか、いろんな使い方ができるんですよ。ただただ人を集めるってだけじゃなくて、いろいろな活用方法があるんですよね。だからこれ使わない手はない、始めない手はないんですね。だからどんなに良い商品を作ろうがね、ね知ってもらうことに力を入れなければ、そもそも商品が売れないんですよ。ねだから もうこれ職種問わないです。コーチやってる方、コンサルタントやってる方、ね、リアル店舗ビジネス、ね、ラーメン屋やってますとか、まあ、整体院やってますとか、美容院やってますとか、ね、もう本当に職種問わずですよね。まあ、あとはネットでまあ物販してますとか、ね、無形商品、音楽売ってますとか、ね、それこそ情報商材売ってますとか、いろんな人いると思うんですけど、まあ、あとはカウンセラーとかね、いろんな、ね、職種があると思うんですけど、これすべての職種に当てはまりますが、ね、自社の商品、サービスを知ってもらうために、 一番力を入れるべきとこころがなんですよっていうことですす、ね、よとというねにかく、まあ、ビジネスでどこにね力を入れていくのかっていうのがすごく大事なわけですよ。であの集客ってものすごい大変なんですよね。商品を作ることよりも、ね、ノウハウを生み出すことよりも集客がもう最も大変だしお金がかかるんですよね。人をやっぱり集めるっていうのはすごいお金がかかるんですよね。 労力もかかりますだから今からやり始めないとやっぱり後々スタートねビジネスをもうやり始めて商品が売れないなーって思っていろんなことに手を出してじゃあ結局 YouTube やろうっていうんじゃなくてね単純に勉強する時間とかをね多少咲くとか、ね、あとは YouTube の動画を1本撮る時間を咲、ね、かなきゃいけないとかそんな程度なんですよね。 その程度のレベルで集客ができたりとか、マーケティングが勉強できるっていうんだったら、もうやらない手はないんですよ。で、現に私も YouTube を始めて、やっぱ売り上げっていうのが数千万と、ね、それで、まあ、あ合算するとね、総売上げっていうのは1億っていうのを超えてきてるわけなんですよね。これ YouTube がなかったら無理だったんですよ。ね、今の収入っていうのも YouTube を使ってなかったら無理でしたし、ねえー、ただただ物販やってますってだけだったら結構きついんですよね。 もうとにかく従業員増やしてお店増やしてとかどんどん店舗展開してとかやっていかなきゃいけないんですけどたった1人で億を目指すとかっていうんだったらもうとにかくこういう YouTube を使って動画マーケティングをしていくっていうのは本当に必須になってくると思うので、えー、今ね本当にビジネスをやっていて、まあ、商品が売れないなっていうふうに思ってたりとか、ねえー、集客したいんだけど何を使ったらいいのかわからないっていう方はもう絶対 YouTube は必須になってきます。 ですから、もう本当にね、この動画を見終わった後にチャンネルを作って、とりあえず一歩何か動画を上げてみるという行動をね、ぜひしてみてください。動画を見て、あ良よかった、あ知れてよかったっていうね、ちょっと清涼飲料水を飲んで、ね、入れ消化されたら終わりですみたいな話にしてほしくないんですよ。何か残してほしいんですよね。ですから、このね、動画を見終わった後、何かしらアウトプットしてください。必ず見て終わりじゃなくて、何かしらのアウトプットするっていう癖をね、必ずつけてみてください。 はい。今回の話がですね、少しでもあなたの何かのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。動画の下にですね、LINE アットのご登録フォームがありますので、そちらご登録していただきますと、私と気軽にお友達になることができます。そして、今ですと特典動画の方もプレゼントさせていただいてます。またあ、メルマガの方がいいよっていう方はですね、メルマガのご登録フォームも用意してありますので、そちらからも特典の方を受け取っていただけますので、ぜひこの機会にご登録してみてください。 はい。それではあなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。あなたの成功を心から応援しております。